はい、どうもオリオンです。今回の雑学はですね、こちらです。ということで、深海魚が水圧で潰れない理由です。はい、海というのは水深200メートルまでが、はい、深海。それ以上深くなってしまうと深海となるんです。はい、さらに、深海は3000メートルまでが残深海帯と言います。そうですね、はい、はい、残深海。そして6000メートルが深海帯、それ以上になると、超深海帯と、はい、いう感じになるということです。はい、深海魚の、体液や血液と海水の水圧はですね、はい、釣り合うようにできてるんです。水圧は10メートルで1気圧増すので、水深3000メートルでは、はい、301気圧にもなると。はい、つまり最初からそこに住んでいる生物にとっては、この水圧が自然な状態ということです。